今、出ました？いや、まだ、チャット出てきてないんで、まだですけど。はい。押しましたが、入ったら、来るんで。もう、切り替えました。来たっぽいですね。映りましたか？じゃあ、まず、自己紹介からいきましょうか。自己紹介ですね。RTA Japan Online 2をご視聴の、皆様、こんにちは。はやてと申します。今回、北米版のカービィ64を使って、カービィ64の 12% の RTA を通したいと思います。なぜ北米版かと言いますと、このファイルを選んでタイマーをスタートした後のアンテンの長さが、日本版よりも、の前期版よりも、少しだけ長く、後期版より短いという、まあ、中間に当たるんですけど、前期版の方には後々出てくるステージで、タイムに大きく影響が出てしまうのに対し、北米版と後期版ではそれがないので、最初のステージにおいては、ポップスターですね。北米版の方が早いということで、今回、北米版を使わせていただきます。アルテンさんの方は、自己紹介。はい。じゃあ、アルティンジャパンオンライン2のカービィ、星のカービィ64の解説、アルテンです。よろしくお願いします。じゃあもう、始めちゃった方がいいのかな？そうですね。タイマースタートのカウントダウン、スタートのカウントダウンお願いしますね。では、543210でいきますので、0の合図で、スタートお願いします。では、5、4、3、2、1、0。はい、始まりました。はやてさんによる、星のカービィ64 NE%。まず最初に、オープニング、コピーの扱い、能力の扱いがどうのこうの言われるので、もちろん星のカービィを知ってる方は知ってると思うので、あえてここはもう知ってるを選んで、ムービーをスキップします。で、今、まず、基本的な技というか、このコピー技なんですけども、バーニングバーニングといって、まあ、通称、略してバニバニと言われる技なんですけども、NE%ではこのバニバニを使って、攻略していくことになりますね。まず、ルームガードですね。中ボスです。で、基本的にバニバニでどんどん倒していきますね。で、そのまま基本的にはバニバニで進んでいくだけのステージとなっております。1の1は。で、この星のカービィ64は、ミックスという概念がありまして、他のカービィだとミックスという概念がないと思うんですけど、いろんなコピー能力を合わせることによって違ったコピー能力になるという技ですね。これがワトルディ編ですね。ワトルディが黒いモヤに襲われて、ワトルドゥになっている感じですね。で、これで1の1が終了です。で、1の1終了時のカービィがジャンプして何かを取るモーションなんですけども、A 連打をして、何も取らないのが一番早いので、あえて A 連打をして何も取らずに。で、NE% と 100% の違いなんですけども、NE% は、道中に出てくる、さっき取ったクリスタルっていうものがあるんですけど、それを全部取らなくていい。という、カテゴリーとなっていますね。で、基本的に、どんどん進んでいって、バーニング出せるときは、バーニングを出して、進んでいく。100% だとこのクリスタルが下に出てくるんですけども、NE%やっぱり関係ないのでわざわざ取りに行きません。で、ここでエリアイドですね。で、次が、この下を降りるとルームガーター線、中央通ですね。うまく、バーニングを当てることによって、もう一瞬で瞬殺することができます。で、ここでアドレーヌ線ですね。アドレーヌちゃんは基本的に絵を描いて、絵を描いた
がまず出てきて攻撃をしてくるって敵なので、まずはビスコ狩りをして倒していきます。で基本的にバニバニとかでもいいんですけど、バニバニだとあの回避するまでの時間がかかるので、あのジャンプとかスライディングで倒していきます。で基本的にアドレーヌちゃんが絵を描くときにあの手を振るっていう、なんかこっちにあの可愛く手を振ってくれることがあるんですけど、その時はあの2秒ほどのロスになってしまうので、あの振らないように塗りましょう。で、黒い目玉ですね。黒い目玉を倒したら、アドレーヌちゃんがもうキーって怒って、あの、来るんで、もうスライディングで倒して、飛んでくるクリスタルを先に取って、空中で、あの、取って、終了します。で、これでアドレーヌちゃんが仲間になりました。で、次が 1-3 です。で、1-3 は、また同じようにバニバニを使って移動していきます。で、モンストナイトの上で、バニバニを出しますか。で、ここでわざと避難して、バニバニ2回で、このフロアだと被弾することによってその硬直を解除しているってことですよね。そうですね、バニバニしちゃった後ちょっと硬直が発生しますので、はい、でそれをうまく解除するために調整をして、あの細かいところですけども当たった当たったって、ね、そうですね。おっと、ここでアドレーちゃんが手を振って何かを描いていますが、ちょっとよくわからないのでスルーします。やっぱりね、ちょっとよくわからないですよ、アドレーヌちゃん何をやっているか。急に絵を描いて、カービィたちを応援するかと思いきや、何をやっているんですかね。で、この次がデデス戦となりますね。で、デデス戦なんですけども、基本的に、バニバニで、瞬殺していきます。あの、冒頭の方で最初、自己紹介の時に言いましたけど、前期版と、北米版と後期版だと、前期版だと、この、今のデレレに無敵状態っていうのがありまして、それで差が出ますね。で、デレレ戦だと、北米版と後期版が楽。そうですね。で、ウィスピーウッズ戦ですね。ウィスピーウッズ&ウィスピーウッズジュニア。まずは、子供が邪魔なので、子供をワニワニで倒していきます。で、子供を倒してしまうと怒ってしまうので、怒ってしまうので、それで、この木の根っこを出して攻撃します。基本的に一番最初に取る行動が、木の根っこが出ないとダメージをすぐ与えられないので、ロスになります。頑張ってみんな祈りましょう。いいダンスが出る。で、これで2ターンで撃破できますね。で、これで 1-1 が終わりになります。で、次が、滅びたスターとなりますね。で、滅びたスターも基本的にはバニバニを使って、どんどん移動します。やっぱり基本的に 100% とは違って、その必要な、アイテムが、必要なコピー能力が、ないので、クリスタルより、取る必要がないので、20% だとバニバニでずっと移動していくことになります。あと、細かいところなんですけども、このカービィ64の仕様として、積もった、例えば最初に積まってた、木の下り坂になっている部分であったり、上り坂になっている部分は、普通に歩くと、カービィの移動速度が落ちるんです。落ちるので、ジャンプをして、移動していきます。
で、ここは、まあ、こっちのカービィ64、唯一と言ってもいいほど、自動スクロールになります。どうしようもすることがないので、もう、RTA 中はもうイライラタイム。で、この、まあ、ステージ最初のフロアで、バニバニのルートを使っていたと思うんですけども、これは今回、ソウジさんである、ハヤテさんが、編み出したもので、any% の現世界記録などでも使用されているルートより、約 0.4 秒ほど速いです。で、今、ワドルピー君が、もうイケメンのワドルピー君が、つけてくれました。バドルディはやっぱ公式で雑魚中の雑魚って言われているだけあるんですけど、カービィ64では、時折、カービィを助けてくれるもうイケメンキャラとなってくれます。次が2の、2か。2の2ですね。2の2ですね。で、基本的には、どんどん進んでいくんですけども、ここで、後ろから、降ってくる柱があるんですけども、まあ、そこには普通当たらないと思うんですけど、当たってしまったらそこを一撃死なので、そういう一撃死の、カービィ64は押し潰されると一撃死なので、そこに気をつけていきたいところですね、今後も。で、ここのフロアは別に、言うことはないんですけども、石が壊れるので、早めに乗っていきたい感じですかね、ここは。そうですよね。で、ここもクリスタルがあるんですけど、まあ、別に、取る必要がないので、あえてスルーしていきます。で、カッパキャラがやっぱりちょっと、普通に、例えば any% を真似して、走ろうって思ってると、やっぱりカッパキャラがすごい邪魔をしてきたり、こんな風にはやっぱりいかないですね。はやてさんのように。やっぱ計算されているからこそ、まあ、敵に当たらなかったり、うまく調整ができているんだと思います。本当に、簡単に見てすごい難しい。ところですね。全体的に 2% はこういう避けていくという作業が。で、これでデデデ大王が助けに来ました。で、デデデ大王は基本的にハンマーを振るんですけども、ハンマーを振るときジャンプした状態じゃないと硬直が発生してしまうので、硬直を避けるためにジャンプしてハンマーを振っています。で、これで2の2が終わりましたね。で、次が2の3です。で、うまくどんどん、バニバニを、していくと、この骸骨がうまく倒せるので、この骸骨が普通に通常プレイだと、すごい、邪魔をして、ダメージを食らったりして、コピー能力吐き出す。吐き出させたりするんで、すごいイライラするところです。で、ここは、100% だと反対側のルートを進むんですけども、クリスタルはやっぱり必要ないので、2% は早い方の、右側を選ぶというコースなんですね。で、どんどん進んでいくんですけども、この、基本的に水の中はちょっと遅くなるので、本当に最短ルートで、入れるようにしておくといいです。なんで、ここら辺とかもギリギリで飛んで、最短で進めるように。で、カービィは、基本的に、水中は加工するときに、何かを押さないと速くなるっていうのはなくって、普通に待ってるしかないので、降りるのは。
ここはもうこれで動くしかない。で、登るときは逆に A を連打することによって、浮上するので、基本的に上がってるときは A 連打。で、下がってるときは何も入力というか、まあ横移動をしていくところですね。うまく避けて、これで2の3が終了になりました。で、次が2の4ですね。2の4はやっぱり、ちょっと自動スクロールな部分も出てくるんですけども、それをうまく、使用をうまく利用することによって自動スクロールみたいな部分を消しています。まずは、飛んであえてこの奥の砲台に当たって、星のカービィ60はずっと飛べるわけではなくって一定時間飛べるという感じになっているので、あえて被弾することによってそれをリセットして自動スクロールじゃなく無理やり移動することができます。これ でここはもう待つしかないですね。待って最短で行けるようにうまく乗り継いでいきます。ここでアドレーヌちゃんがなんか真っ暗なところをなんか見ているんですけども、一体何をしていたんですかね。一体ちょっとカービィはちゃんと腰を助けるためにやっているんですけども、ちょっとアドレーヌちゃんがちょっと遊んでいるみたいで、ちょっと何をしたいんですかね。で、ここで、スパークにして中ボスを倒した。で、スパークにして、で、これで2の4が終わりになります。あ、じゃあ次のフロアで終わりになります。ここまで来て、調子はどうですか？そうですね。特に大きなミスがなかったので、はい。技術とかの初手も、リンゴじゃなかったので、はい、ね、ここが出てくれたので、多分、キックスもいいランス引けるんじゃないかと。回るってことはないと思いますね。次のボスのピクスが、最初に回らなければ、ロスにはならないから、まあ、回らないでいてほしいということですね。回らないですね。やっぱりね、RT in Japan Online 2、本番なんで、やっぱりここは、ピクス君も、空気を読んで、回らずに、いい乱数の行動をしてくれると思いますよ、やっぱり。そうですね。で、3体目が出てきて、それでまた、回って、次ですね。次の行動でロスがあるかないか決まるんで、やっぱりね、ここはうまく祈って成功させたいところですね。おっと、これはピクス君は、あ、いいですね。問題ないですね。で、これは近くの三角形、六角形みたいなやつを敵にぶつけるだけで終わりで1ターンで終了となります。お、意外とこれはいい記録が出るのではないでしょうか。もしかしたら今の感じだと。そうですね、今のところ順調ですね。順調ですよね。はい。いいですね。やっぱりね、そんなね、変なね、乱数が出るわけないんですよ、やっぱり。RT in Japan Online 2で。いや、本当に良かったですね。本当に良かったですね。まずは、ここのステージは、バーニングを取りたいので、ポポがいるところまで、すっぴんで、まあ、能力なしで進んでいきます。で、どんどん進んで、バーニングを使っていくんですけども、100% で、100% 見たことある方は、よく、バーニング単体を使って、攻略してるっていうのを、あると思うんですけど、100%ここは初めてで、
空中でバーニング、タイミングよくホバリングをして、空気砲を出す。バーニングの一連動作を繰り返すことによって、その、高度を下げずに最速で移動することができるんですね。なので、このバニタンっていう技が、難しいのが、そこです。タイミングが、ホバリングをして空気砲を出すタイミングが、1回目、2回目、3回目とって、回数ごとにタイミング異なってくるので、それがすごい難しい。維持するのが難しい技ですね。で、ここがルームガーター戦ですね。基本的にはまたバーニングで、ただただ当たっていくだけ。ね。なっただけですね。アドレーちゃんがちょっと手を描いて何かまた描いていましたが、カービィはもうそんなことに目をくれず、どんどん進んでいく。やっぱり、カービィはどう思ってるんですかね、アドレーヌちゃんのこと。そうなんですよね。もう、今急いでるから、かまってる暇はない。かまってられないですよね。わざわざなんか絵を描いて、褒めてほしいんですかね、一体。あ、応援イラストですか、チャットによると。応援イラスト。ああ。応援イラスト。ああ、なるほどな。なるほど。じゃあ次の応援イラストは何でしょうかね。いやー、楽しみですね。なんですね。なんでしょうね。で、次の、3の2ですね。基本的にはバニタンでどんどん進んでいくんですけども、この後、次のフロアですね。で、普通に進んでいくんですけども、ここ水流があるので、逆方向の水流の時はジャンプして、バーニングを出すことによって遅くならないようにしています。逆に水流に乗っている時はバーニングを出すよりも走った方がいいので、普通に走ります。なるほどな、チャット用、もしかしたらラルティンジャパンオンラインとチャット用のスタイプを描いている可能性が、なるほど、ありますね。ありますね。ここでワドルディが、イケメンワドルディが、船ですかね。船を出し、イカダを出して、カービィと一緒に冒険していくステージですね。もうここはもう身を任せるだけなんで。ここは別にクリスタルを取ったとしても別にロスじゃないから、取っているってことですよね。そうですね。取っても取らなくてもあまりタイムは変わらない。で、このまま進んで、どんどん行くと、ここでやっぱりエニーパーセントで HP 減りやすいんですけど、ここで回復できるので、やっぱりいいですね。このワドルディのステージは可愛いし。で、ここは、あえて、ミックスを口に吸い込んで、動いていきます。着地するときに、何かを口に入れてないと、エニーパーセントだと、それ以外、硬直が発生してしまうので、わざと、ミックスを口の中に頬張って、高いところから落ちたときの硬直を回避してます。で、どんどん進んで、バニタンで進んでいくんですけども、そろそろバニタンが飽きて、飽きてきたので、バニバニに来ます。なります。で、基本的には、最高まで飛んでバニバニをやると、うまく、ちょっと登れませんでしたけども、登れる予定でした。で、ここで、ステージが終了ですね。で、次が3の3ですね。3の3は、100% だとすごい
コピー能力がちょっと大変かな、ミックスするのが大変かなっていうところはあるんですけども、まあ 2% なんでね、まあ、まあ気にしずに進んでいきます。で基本的にここら辺も細かいところなんですけども、まあ、本当に普通の人だと、まあ、見てるだけではわかんないんですけども、ハヤトさんはうまく調整していることによって、例えばブロックに乗ったり、あの岩に乗ったり、で次の第3フロアですね。でこの第3フロアだと、この一番上コンセントと一番上にクリスタルへの道があるんですけど、それが別に関係ないので、ここでデデデに直接デデデに行きますね。でデデデに押してもらって、そのバーニングバーニングを出して移動していくと、うまく木の上に乗れて、またバーニングバーニングを出すとうまく入れる、完璧な計算されてます。でここでもうバーニングバーニングは使わないので、ルームガーター戦でミックス、ダブルミックスか、コピー能力が2つ以上の時は、投げ、敵にミックスを投げたら2ダメ入るので、1ダメ1ダメ2ダメで合計4ダメにして、早く倒していきます。で、これで、3の3が終わりましたね。で、次が3の4です。で、基本的に、なぜ、バーニングが早いんじゃないの？バニバニが早いんじゃないの？なんで捨てちゃったの？って思うかもしれないんですけども、この次のフロアですね。この次のフロアで、この、ただの敵モブがいるんですけども、こいつは能力なし、スカな、まあ、いわゆるスカなんですけども、リフトアップという敵を掲げることによって、水中では早く泳ぐことができるんですね、こいつは。なので、その敵の動きとか、祈りながら、これで進んでいきます。うまくやっていくと、岩にも当たらず進めましたね。基本的に次のステージがボスなので、ボスのことを考えてではないですね。あれ？この次の、あ、次のステージ、この次がフロア、ボス、あ、フロア、すいません、ルームがアクロの話だった。すいません。わかりづらい説明して。ボムを取っておいて、ルームガーターでも使うので、ボムを取っておきます。ここで。基本的にやっぱり星のカービィ64は、なんか、初の64、カービィでの64作品なんで、まあ少し、普通に動かしてたらもっさりすると思うんですけども、RT だとやっぱりもっさり感が消えてますよね。やっぱりすごいですね、RT 装置さんは。で、まあ、このフロアにクリスタルがあるんですけども、別に、下側にあるんですけども、2% ってやっぱ取らないんで、上側をずっと進んでいくだけの感じですね。そうですね。イソギンチャクも吸い込んでリフトアップすれば、弾を吐いてくれますね。で、次が、シャチのアクロ戦ですね。で、基本的には、ボムを使って、アクロが、地面に近いところで倒したほど、ロスが少ないんですが、今回は、ちょっと上に来ました
ちょっと高いところにいたので、ちょっとロスになってしまいました。やっぱりこのね、ボス戦が、すごい祈りゲーっていう乱数ゲーなので、平気で、ボスによっては、10秒、20秒持っていくボスもいるんですよね。いますね。で、このサメくんなんですけども、このボムがあれば正直もう、言うことはないっていうぐらい、ボム、完封できます。で、ここでうまくあ、いいですね。いい乱数です。ちょっと下がって、上に行っちゃったので、ちょっとロスになります。そのままミサイルを出してくれると、乱数、良かったんですけども、上に突進して、画面の背景に行ってから戻ってくる時間がロスになりますね。アクロは。で、次が、これからスターとなりますね。4の1です。4の1はもう普通に、通常プレイだと、ほんと、すっぴんで動くだけで相当大変なステージとなっていきますね。普通に僕もこの4の1、100%RT とか 2%RT を真似てちょっと走ってみたりしたことはしたんですけども、RT in Japan Online 2の1週間前ぐらいに。ここのステージが何回もゲーム前です。本当に難しいです。で、基本的にはもう、スルーしていきます。このスルーがね、やっぱり難しいんですよ。で、ここで、バーニングを取って、次のところでも、バニバニを作って、いきます。バニタンの方がやっぱり早いんですけども、やっぱりちょっと少し難しいので、今回、安定をとって、バーニングを使っていきますね。このツタを使っていきます。バーニングの場合は、ツタを使っていった方が、早いので、ここは、バーニングで、ちょっと、ショートカットしますね。していますね。バニタンの場合は、このツタの、一番下、当たらない部分からバニタンをずっと連続して打っていく方が早いです。で、ここで普通にバニバニで倒して次のフロアですね。で、このフロアは木がブランコになっていて、まあ少し楽しいようなステージなんですけども、うまくやっていくと、そのクリスタルのところにバニバニがちょうど終わるので、クリスタルがあるところです。それでうまく調整してやっています。で、ここで無敵を取って、バニバニでどんどん移動していきますね。で、これで4の1が、終了と。次は4の2です。まあ、ただ落ちるだけですね。何も操作せず。で、ここのトロッコなんですけども、トロッコでの移動は、基本的にジャンプをしながら移動した方が早い。らしいんですけども、まあ、理由はなんか、わからないらしいです。なので、まあ、ジャンプしながら進んでいきます。で、ちなみに64番だと、バージョンを問わず、早くジャンプすると、やっぱり64なのでね、すり落ちが、発生してしまうので、ジャンプするにせよ、なるべく低く進んでいきます。やっぱりワドルチちゃんは可愛いですね。こんな時に、手をひらひらさせる。すごい可愛いです。でこのまま、ジャンプをしていくんですけど、最後、電気を放つスパーキーという敵が海に来ていたんですけども、そこで大ジャンプをした理由としては、それ以降、ジャンプを入力したところで、A を入力したところで、反応しないので、最後のところで大ジャンプをして、ちょっと短縮を目指してるところですね。
式水泳第3クラス。ここも水流があるので、逆の水流の時は基本的に、バーニングバーニングを使っていく。水流の流れに乗るときは、普通に走ってもいいと思います。でちなみに 100% だと、ここまでダイナマイトを持ってこないと、ストーンとボムを持ってこないと、このクリスタルが取れないので、すごい、道中がすごい避難しやすくて、僕はここで心が折れました。で、ここはスライム戦ですね。スライムの出る位置を気にしながら、祈りながらやっていくところです。おっと一匹残ってしまいました。ちょっと、段数的には、微妙ですか、ね、微妙ですね。悪くはないですけど、良くはないですね。あそこで右側に一緒に出てたらもう本当に良かったです。良かったですね。なんか確率的には20、いい乱数が 20% ぐらいしか来ないみたいな話を伺ったんですけども。そうですね、なかなか来ないですね。20% ですもんね。いや、きついですね、やっぱりこの RTA だと。そうです。乱数要素が多くて。次が4の3ですね。で、ここも、同じように外側に向かってどんどん進んでいきます。そうですね、100% RTA と別の場所で、コピーを調達しないと、しないとてか、して、行く、していくところもある。で、ここも、ここの、フロアから、崖があって、ここに落ちてしまうと、直死なので、まあ、間違えても落ちないようにしていきたいところですね。やっぱりこのバニバニをやった後、一定時間操作が効かなくなるので、このバニバニが切れた瞬間に崖に落ちないようにうまく調整しているので、この、この氷なく進めているんですね。このフロアだと。おーっと、ここでシルクハットを描いている。やっぱり夏は日差しが強いのでね。日差しが強いんでね。それで帽子で、防ぎたいんですかね。アドベンチャーを。ちょっと欲しいものを描いていたんですけども。あれ、ちょっと、スイッチスタンプか応援メッセージを描いてくれてるはずなんですけど、あ、もしかしてシルクハットカービィが似合うからって書いてくれてたんですかね。傘でも同じことを言いそう。じゃあ、ピザだったら何を言ってたかって言いますと、ピザだったらやっぱり、ねえ、お腹空いてるんですかねっていうのを言おうかと思ってましたね。やっぱ熱中症予防でカービィのために、やっぱり、シルクハットを描いていたんですかね。次が、4の3ですね。で、ここは岩が落ちてくるんですけども、第1フロア。岩が、カービィのところに被弾しないように祈りながら進むだけです。もし被弾したとしても、その、右に、被弾してずれるのか、左にずれるかによって、相当やっぱりタイムが変わってくるので、タイム的なことを考えるなら、右にずれるように祈りながら移動するしかないですね。次、第3フロアで、デデデがいますね。で、ここのデデデなんですけども、このハンマーを壊していくんですけども、この柱がちょっと太いんですね。太いときは、ちょっと溜めないと、壊せないんで、一発で。
はい、だなのであえて溜めてます。でこの細いやつは一発で溜めてますね。で細かいことなんですけども、一回殴るときはあのジャンプをして殴ると硬直が少なくなるので、あえてジャンプをしているということですね。でここはあえてダメージを食らって次に進んでいく。でこれで次のフロアですね。でここも同じようにバーニングバーニングうまくやっていくと、まあ回復が取れるので、まあ、さっき1被弾したところでまあ別に関係ないって感じですね。まあ、もし被弾してたとしても、まあ、死ななければどうということはないので、ボスにはならないので、そこまで、まあ、死ねないことを祈りながら 2% は頑張る感じですね。敵によってやっぱり乱数であったり、乱数じゃなくて固定であったり、その敵によって様々なので覚えてないといけないですね。ちなみにミックスが外れる条件としては2打目連続で2打目、お、ここでタイムがようやく半分ぐらいで、後ろの背景ですが、なんか頑張れと応援してくれてますね。良かったですね。応援してくれてますね。タイム的には今どんないい感じですか。今はどれくらいなんですか。今タイマーが自分も見えてないのでちょっとわからないんですけど、まあ基本的にはちょっとミスありましたけど、まあまだ自己目は狙える感じですね。おー、いいですね。あとはやっぱりボスの乱数がすごい左右するっていう、そうですね、あるので、皆さんボスの乱数がいいように祈っていきましょう。でここでバーニングにして、次のボスのために備えます。次のフロアのボス、次のフロアじゃねえな、次の面のステージので、100% とかだと基本的にスパークを使って進んでいくんですけども、今回ハヤトさんはスパークではなく、ごめんですね、ああごめんか、間違えました。あ、問題は勝った。ここは、あれだ。勝ったのみですね。間違えましたね。いや、勝ったのみ取って。で、ここで、バーニングを当てて、これですね。この、火の玉が出るんで、その火の玉をカッターだけで取ってきた人は、ここでミックスをして、バーニングカッターにして、バーニングカッターを使って攻略している。それがちょっと怖かったので、もしミスってしまうとカッターを取ってこなきゃいけないので、先にカッターバーニングとカッターをコピーしておいた。でここなんですけども、下に潜ったらロスになるので祈りましょう。やっぱりね、潜ることはないんですよ、きっと。やっぱり RT ジャパンオンライン2ですからね。なんて言ったら、やっぱりこんなところで、ね、ほらー、うまく、おっと、いいですね。潜ることなく行ったので、ほぼほぼロスはないですかね。そうですね、ちょっと最後の方で剣を投げたんですけど、それが当てられなかったので、はい、当てられたらもうちょっと早く行ったけど、そのお祈りの部分では沈むと比べればまだマシですね。よかったって。で、ここを注意しなきゃいけないのは、基本的に移動していくんですけども、途中で何かに被弾してしまうと、この岩の敵とかの乱数というか、動きが変わってしまうので、被弾しやすくなってしまうので、まあ、当たらないように気をつけなきゃいけないところですね。1フロア。で、次、第2フロアですね。で、このままどんどんはしごを使って登っていって、バーニングバーニングで次のフロアです。
で、詰まってたら、やっぱりワドルディ、かわいいワドルディ君が、なんかソリに乗って来てくれるので、そのソリに乗って一緒に行きます。で、やっぱりトロッコと同じように、ジャンプした方がちょっと速くなるので、ジャンプをしていくって感じですね。そうですね、動きが決まってるのはランスでパターンです。すいません。言葉が出てこない。全然。そうですね、海外ドームってことを忘れそうになりますね、やっぱり。カービィだと、やっぱり言葉が、話してるあれがないので、やっぱり世界共通カービィは売れるっていうのがわかります。で、ここはバーニングバーニングを使って、ルームガータの攻撃を見てから、バーニングバーニングを使って戦った。なんで海外ロムかと言いますと、初期ロムからしたら、遅いんですよ。何がですか？北米版を選んでいる理由が、そうですね。初期版より、早くって、後期版よりも、ちょっと遅いぐらいだから、北米版を使っている。そうですね。基本的にここも同じように、うまくやっていくと、この足場に乗り継いでいけるので、被弾しずに、完全に進むことができる。もう、ここら辺はすごい、計算されて、バーニングバーニングを出して、っていうの、ほんとすごいと思います。で、これで、5-1が終わって、次が5-2ですね。ここで、雲ステージとなりますね、ようやく。やっぱり雲ステージだと、星の神の雲ステージの BGM は、やっぱりいいですね。やっぱり、はやてさん、この BGM どうですか？いいですね。いいですね。やっぱりいいですね、この BGM は。なんか話によると、カービィ64のステージの中で、この雲の BGM が一番人気が高いとか、あるとかないとか聞いたんですけど。そこちょっと、わからないですね。申し訳ありません。ああ、なるほど。この上、バルーンなんですけども、3個目のバルーンは、回転していくんですけども、最初上を向いてるように思うんですけども、それで上に行けるわけじゃないので、A 連打を、最速 A 連打をしたとしても。なので、一周待つ必要があります。で、100% だと、この次のフロアで、ニードルとスパーク、ボスと戦っていくんですけども、次のフールは緑の電気を出すやつが 100% だと、運が悪いとなんか自滅していくみたいな、すごいお祈り系なんですよね、ここは。そうですね。12% だと、この後だ。12% は、そう、次のルームガーター戦が、ルームガーター、まあ、中国戦が、どっから湧いてくるかによって、タイムに差がすごい出るので、出るというか、ミックスが外れやすいになっちゃうので、この中ボスが右上から、右画面の縦ラインに降りてきたら、ダメなんですけど、今回はうまく倒したので、ミックスが外れずに、外れなかったのでよかったですね。そうですね、最悪だと、ボーナスゲームに入る直前に、カービィがコピー能力を吐き出しちゃって、そのままボーナスに行ったっていうことがあるので、これは避けることができて、よかったです。もし、そのミックスをなくしてしまうと、もう、3、40秒とかの動きになるんですね。もう1に行って、
バニバニをコピーしてでも30秒ぐらいはロスしますね。そうですよね。なのでそこはやっぱり怖いところでしたね、さっきのところは。で、基本的にここでもう第3フロアですね。エレベーターを出て、スイッチと、移動 していくんですけども。基本的には、この、エレベーターを出た直後にジャンプをして、はい、バニバニを出します。ただ、このフロアだけは違って、ちょっと、ここまで登って、バニバニを出さないと途中で引っかかっちゃいますね。緑の一つ目のモンスター、何ですか、ね、名前が。どれですか、忘れしちゃったんですけど、そいつがいるから、一番高くまでいかないと、低くなるってことですね。そうですね。で、ここはうまく、降りてくるところをちゃんと見ながら、バーニングバーニングをすることによって、すぐ倒せます。もっとアドレーヌちゃんがまた何かを描いていますが、桃を描いていますが、桃食べたいんですかね、やっぱり。季節ですからね、やっぱりもう、ね、やっぱりジューシーな果実が夏は食べたくなりますからね。で、ここは普通に進んでいくんですけども、うまくバニバニを使って、まあもしカエルに食べられることはないと思うんですけど、もしカエルに食べられてしまうと5秒ぐらいのロスになってしまうので、まあないことないと思うんですけども、食べられないようにしたいですね、他の場所でも。ここはすごい気をつけないといけない。ここは普通に砲台が撃ってくるんですけど、ただバニバニをして進んでいくだけのフロアですね。で、これで5の3が終わりました。で、次は5の4ですね。まず最初にバニバニを行って、穴に入る際にコピー能力を出して、組ました状態にして、干してる間にバニバニを捨てます。で、この後はバーニングをコピーして進んでいくっていうですね。ここでバーニングをコピーして、で、どのものを伝え参ります。で、行くと、で、デデデが助けに来てくれますので、同じように進んでいくんですけども、ここ のベルトコンベアが反対進行方向とは逆に進んでいるので、小刻みにジャンプをしながらしていくと早いです。ちなみにこのピコピコハンマーに当たってしまうと一撃死でバーニングが外れてしまうので、そこだけは当たらないようにしたいところですね。このステージはで、ちゃんとハンマーを振るときはジャンプをして硬直を回避している。うまくできてますね。で、ここはうまくベルトコンベアが反対のときはバーニングを使って進んでいくんですけども、基本的にベルトコンベアが順路の進行方向と同じときは普通に進んでいくといいですね。で、ここでバーニングカッターを覚えておきます。で、バーニングカッターを使用するとこの中ボスは早く倒せるので、はめることができるんです。あ、ダンス悪い。ここの黒い敵が倒した直後出てこないとすぐバーニングになって移動していきたいので、ロスになってしまいますね。で、ここが少し怖いところなんですけど、ここを出場されると、まあ、文字通り一撃死なので、まあ、
スピードを求めるんですけども、その、潰されないように気をつけなきゃいけない、難しい場所ですね。まあ、どうしても RTA でも止まんなきゃいけないところはやっぱり仕方ないんですけど、ちょっと少し早くしてくれないかなって思ってたんですけども、ハヤトさんはどうですか？そうですね。止まるところはもう仕方がないかなって感じですね。そうですか。で、ここなんですけども、この2個目、3個目とかは別に、1個目、2個目、3個目あったんですけど、別にあんまり関係ないんですけど、4個目が、早く行かないと、じゃあ5個目か。ん ?6 個目か。すいません。6個目か。6個目が早く行かないと、ロスになってしまうので、うまく入れます。で、次が HR 戦です。HR 戦は 100% まあ、大体の走者さんはスパークで戦うと思うんですけども、はやてさんは今回、ワンニングカッターを使って戦っていきます。HR 戦はその腕の振りが重要なので、腕を振ってくれるよう祈りながら。なので、このようにミサイルされると、ただのロスになっちゃうので、ビームをされると、ちょっと乱数がまずいですね。まあ100点で言うのは何点で言うと30点か40点ぐらいですね。もうそんなぐらいの今回のボスですけど、ちなみに早瀬さんの好きなコピー能力は何ですかということなんですけど、余裕があったらね、やっぱり花火ですね。やっぱり季節感もあっていいですよね、花火は。うん、攻撃範囲も広いので、はい、使いやすいですし、好きですね。やっぱ見てても綺麗ですからね。で、ここで最後の面であるリップルステージ、リップルスターになりました。まあ、基本的にね、どんどん行くんですけども、バーニング、ここの炎的なところまでただ進んでいって、炎的がいたらバーニングを使って移動していくって感じになりますね。まあ、ここであえて技を捨てて、スパークにすることによって、ここの中ボス戦が、リスポ狩りで倒せるので、さっさとね。それで、あえて、ここで、捨てます。で、次にね、ちゃんと、炎の敵がいるので、バニタンでどんどん進んでいくところですね。で、どんどん進んでいくんですけども、最後のゴムがいるので、それはスルーして、6の1は終了ですね。6の2も同じようにバーニングをどんどん使って移動していきます。ちなみになんでここはバニバニじゃないのかっていう理由とかってあります？そうですね。バニバニだと、バニタンよりも、バーニングの時間が長いですし、水中だと、あまり速度出ないんですよね。なるほど。おっと、ここで、回収できました、今。大丈夫ですね。ちょっと、ヒヤッとしましたけど、うまく回収できたんで、問題ないです。やっぱりこのミックスを落としてしまって、落とすまではいいんですけど、最悪その一定時間経つと消えてしまうことがあるので、そこがすごい怖いところです、このカービィ。
で、このまま同じようにどん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 進んでいきます。で、水の中なんですけども、まあ、やっぱり同じで、まあ、どうしてもスピードアップは期待できないですね。ヤドレーちゃんが今回は、おーっと無敵キャンディーをくれたので、その無敵キャンディーを使って、まあ、進んでいきます。今回、いいこと、いい仕様で作れますね。アドレーヌちゃんは。なんだかんだ言ってね、アドレーヌちゃんやっぱりカービィのこと、好きですね。おっと、これで、6の2が終了ですね。次が6の3です。で、6の3なんですけども、6の3は、このように、ザコ敵がいっぱい出てくるフロアが、いっぱいあるので、それをもううまく倒すためには何をすればいいか。まあ、先ほど言っていた、ハヤテさんが一番好きな呼吸能力、花火を使って攻略していきます。花火はやっぱり見た目もいい上に攻撃力、攻撃範囲も広いので、すぐ敵が出たら倒せるっていう、いい方です。あと、やっぱり季節なんでね、雨やなんてね、言ったりして。ほんと今の季節、RT in Japan Online 2の季節に、ほんとにぴったりです。こことか、100% だと、カッタースパークでやっていくんですけど、のカッタースパークだと、すごい、難しい。ですけど、やっぱり、花火だと、攻撃範囲が広いんで、やっぱり楽に倒せます。基本的にはやっぱり、息子狩りをしていった方が早いので、他のコピー能力よりやっぱり、この中ではやっぱり花火が適任なのかな。そうですね、先ほどザコのザクがいっぱい出てくる。前のフロアの時は、クリスタルが、隠されていたんですけども。本当に分かりにくいですよね、あれは。そうですね。剣だと、普通に、スルーしちゃいますよね。スルーしちゃいますね、あれは。これで最後の、ミラクルマター戦ですね。祈りましょう。最初に、バーニングとボム、どっちか来てくればいいんですが、まずは、ニードルが来てしまいました。ニードルをコピーして、スターンで殺していきたいところ。いいですね。で、バーニングが来てしまったので、バーニングが一番最初に来ると、ランス的にはちょうど良かったのですけども、来なかったので、まぁ、ちょっとロスになってしまいました。一番いい、乱数として言うならば、2% だと、最初に、バーニングか、ボムが来てくれるといいですね。一ターンキルをうまくやっていって、このスパークが、乱数によって、その一ターンキルかできないかが決まってくるんですけど、うまく一ターンキルが、これはちょっと、厳しいカットですね、やっぱり。ここはカッターです。この後ろの糸を吸い込んで、捨てる。っていうだけですね。そんな、難しいもしれないです。この、やっぱりスパークがやっぱり、この RTA の1ターンキルがすごい、ランスに関わってくる、ところですね、2% は。この次の形態、ボムなんですけど、これを倒した後に、クリスタルが出てくるので、取った瞬間、タイマーストップ。これを倒して、あとクリスタルを取ったらタイマーストップということですね。そうですね。出てきます。倒して。タイマーストップお願いします。お願いします。はい。グッドゲーム。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。タイムの方は？タイムの方は、ちょっと本操作ちょっと見に行きます。タイムの方は、今は、ちょっと待ってくださいね。1時間2分21秒ですね。1時間2分21秒。はい。あやてさん的にはどうですか？
そうですね、今の私の自己ベストが1時間1分16秒なんですけど、はい、これと1分ちょっとしか変わらないので、はい、いい走りできたんじゃないかなって思います。まあ最初に通す前に3分切れたらいいなって思ってたんですけど、はい、それができてよかったです。達成して3分を切って、はい、1時間2分21秒ということで、はい、やっぱすごいですね、 RT in Japan 出られる方々は。そうですね、 あと今回 RT in Japan オンラインにカービィ64のエニーパーセントで申請しましたのは、日本でのこのカテゴリーの競技人口が本当に少ないので、少しでも多くの方にこのカテゴリーの面白さとか奥深さとかそういうのを知ってもらいたいなって思いまして申請しました。なるほど。で今回通って、で最後通って、あの走り切ったわけですが、今回の私の走りを見て、少しでもこのカービィ60の 2% に興味を持ってプレイしてくれる人が増えてもらえれば何よりもの幸いです。最後までご視聴してくださった視聴者の皆様方、解説のアルペンさん、運営の方々、ありがとうございました。ありがとうございました。この次の RK もカービィですので、そちらの方もぜひお楽しみください。アルペンさんからも何か。いや、そうですね。この解説のためにちょっと 2% と 100% ちょっとだけ覚えてきた勢なので、やっぱりちょっと解説がまだまだ厳しかったなっていうのはすごい、未熟だったなっていう部分がすごいあったんですけども、楽しく解説させていただいたので、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、配信の方はもう、はい。止めても